今日はリアル話し会アット福岡ありがとうございました。楽しかったよ、ありがとう。楽しかったよ、ありがとう。めっちゃ楽しかったね、本当に。今日も叫びすぎて。さかりきさん、ハートありがとう。お話し会ありがとうございました。もう今日はね、嬉しかったことがいっぱいあるからちょっと言いますわ。たっくん、I love you、 ありがとう、ありがとう。今日嬉しかったこと、雪村ちゃん、雪キラキラー、ありがとうございます。マジで本当に嬉しかったことがたくさんあるの。けんくん、ハートありがとう。こんばんは。こんばんは。かわいい。ありがとうございます。今日本当にイベント組の配信、レンターの叫び声が入ってた。ガチ？何の叫び声？なんかツリーがどうのこうのみたいなことは叫んだ記憶があるけど、何の叫び声ですかね。こんばんは。お疲れ様です。ルリン結婚して。ダメ。ありがとうございます。こんばんは。でも今日いっぱい叫んだから何かしらの叫び声が入ってたと思います。そう、イベントのね、イベント組が配信してたから多分それで入ってたと思う。で、楽屋から離れてたんですよ、配信ルームのお部屋が。結構離れてたから入ってないはずなんだけどな。だから結婚して、考えとくね、ありがとう。かわいい、 Thank you。今日はなんかもう本当に福岡、お仕事でまず福岡に来たのはもうデック以来、レコーディング以来だったからめっちゃ嬉しかったし、初めましての方とかなんか本当にマジでもうめっちゃ来てくれて、今日警察でめっちゃ嬉しかった。初めましてじゃない方もいっぱい来てくれてめっちゃ嬉しかったです。嬉しすぎてロンロン、嬉しすぎてランランでした。こんばんは。しんごくん、ありがとう。こちらこそありがとう、ありがとうございます。リーパー、リーパー。今さっきラン、私鏡の前で一人でこうやってランランやってて、うまくねって思って3期生の子に、誰かに一文見てないのって言ったら、はいってあげて見てって言って披露したら喜んでた。こんばんは。今日は本当にすごく楽しかったです。一文のそのなんかオーディション番組に出てくる曲があるんですけど、課題曲みたいな。それ喉大丈夫、喉大丈夫です。でもお話し会あったらいつも枯れてるからこんなもんかなって感じ。ちなみに明日は愛子ちゃんと BLT のグラビア撮影があります。その後まあちょっとまた夜レッスンがあるんですけど、今日も愛子ちゃんとタクシーで帰りました。小島の愛子ちゃんはもう本当に最近お隣にいて、お隣ってなんなん、お隣にいて私のママベビーですね、うにゃんうにゃんと本当に癒してもらえるような、そう、皆さんがくださった BLT のグラビア撮影です。こんばんは。そう、ケンくん、ゆきありがとう、キラキラ、お疲れ様。りえちゃん、こんばんは、ありがとうございました。朝からいっぱい来てくれて
みーちゃん可愛すぎて推し待ちしまくって、推しましましし、しまくってました。本当にめっちゃ楽しかったよ。もう本当にもうおもろいよ。元気出ました、ありがとう。こんばんは。今日はなんか撮影タイムがいっぱいあったんですよ、無料で。そう、初めましての方多くて嬉しかったです。なんかドゥームデイの関連でそう来てくださった方とかも、友達に紹介して来てくださった方とかいて嬉しかった。1時間目にりねちゃんと写真ツーショット2枚撮れた、ありがとうございました。え、もう本当にめっちゃ嬉しかった。いっぱい見てくれてありがとうございました。もうどこまでも手振っちゃいますよ。ありがとう、本当に濃い思い出が作れたので、またぜひ会える時に来てください。もうめちゃめちゃクリスマスライブは日曜日や昼、夜は両方ともスペシャルクリスマスチケットで当選しました。マジやべえやん、運の持ち主おるやんここに。え、なんかクリコン落選してる人多いんやね、夜昼もそうだけど。だからすごい、おめでとう、すげえやん。気をつけて来てください。クリコン楽しみ。クリコンのセット理解やっと昨日来たので、まだちょっとレッスンはしないんですけど、また来週からレッスンが、あ違う、再来週か。なんかすぐバーって入ってた、一気に詰め込まれてた。私は携帯やばかった。再来週かな、再来週ですな、再来週にバーッとちょっと頑張ります。振り入れ、うん頑張る、振り入れ振り入れ頑張る。頑張る、カンガルー頑張る、カンガルーです。レッスンはまだ始まってないんですよね。課外活動のあの曲の振り入れは入ってあったんですけど、夜の部のレッスン、セトリが昨日来て、再来週ですね、クリコンの週のに一気にバーってレッスンが入ってるから、どんな構成かはまだ分からないけども、初のお話し会やったけどずっと手を振ってくれて嬉しかった。え、もう本当に、だって本当にさ嬉しいよマジで、会いに来てくれるのも本当に嬉しかった。これで写真にも、私の写真が2枚も入ってるから、毎日見て幸せな気持ちになってください。嬉しい。インスタの DM を送れるようになりました、そういえば。インスタグラムの DM が、そういえば。だから、え、なんか勝手にプロフィールが表示されたんだけど怖っ。だからぜひ反応待ってるよ。通称取った方とかは送ってください。サタンさん結婚して、うーんやだよー、ありがとう。ありがとうございます。次は予定が何もなければ大阪のお話し会かな。もうめっちゃ嬉しい、初福岡だったし、大阪でたこ焼き食べてください。また飯テロしてね。え、なんか、え、聞いて、福岡初めてっていう方多かったんだって、やばくね。もう私が初めて福岡上陸させた初めて福岡っていう方多くてさ、もうこれ嬉しくない？俺も実はみんなとのお仕事を福岡は初めてやね、初めてやね。クリスマスライブも楽しみ、クリスマスライブ楽しみですよ。当たるように当選お願いします。当たれー、多分これで当たります。あれれ、なんでなんでなんでなの、もうやばい、なんでなんでなんでなの、今君と目が合ってるで、やばい、なのレベルルルルルンダナナ、みーちゃん可愛すぎて嬉しいよ、嬉しい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 。
嬉しすぎてなんかもうカエルが出てきそう。博多ラーメン食べてないです。もう駅着いてすぐなんかもう、はい帰りましょうみたいな感じだった。博多ラーメン、ラーメン、博多ラーメン、再販も受付してますのでぜひお待ちしております。再販も受付してるよ。またツイートしてきますね。じゃあ再販のお話し会、再販の告知をまたしときます。任せろ。飯ついで姉ちゃんとか行きます。飯飯優先。飯私は二の次ってこと。ちょっとそれはちょっと飯に勝てるように頑張るわ。でもやっぱあの飯はね強いよ。飯食った時の幸福度やべえから、わかる。確かに、うん、でもちょっとそこはそこは分かっとるやろ、うん、広島レモンさん、くまちゃんありがとう。また福岡来てね。行きます。行けるように頑張ります。もう嬉しい。なかなか福岡行けないから、行けたのがすごい奇跡だと思うので、行けるように頑張ります。サタンさんハートありがとう。こんばんは。タンさんだるまありがとう。つるさんペンライトありがとう。カンガルー、うん、頑張る。カンガルーうまくない？即興で思いついたよ。もうジョイマンさんのラップ魂がさ、イン魂がさ、心の中に住みついている。今日も大好きだった M ありがとう。もう本当に楽しかった。ネイルかちゃいい。ネイルかちゃいい。こんばんは。頑張るカンガルーでクスッとしてしまった。悔しい。ちょっとやった。一本一本ですね。嬉しい。頑張るカンガルーで笑うってことはちょっとまだ甘いですね。まだ結構甘いよ。私一本だな。これはもう嬉しい。一本ですね。一本です。頑張るカンガルー。天才じゃない？天才やね。うん、天才やね。いや、びっくりした。私も今出てくると思わないので。ハムラシハッシーさん、I love you ありがとう。I love you。明日休みなので。マジ？めっちゃいいやん。ゆっくり休んでください。もうゆっくり暑い寒いなんかようわからん気温でさ、なんこのなんか地球上はいい加減にしてほしいみたいな感じだから、すごい毎日心地のいい生活をしてください。山崎ハートありがとう。こんばんは。なんかさ、私今日撮影タイムがあったんですよ。無料でツリーの前に出てなんかプレゼント大会みたいなやつがあったんやけど、だから MC やってって言われて出たら、決まってなかったんですよ私が出るってのは。でも MC やってって出たら、なんかもう MC ボロボロすぎてダメだと思ったら、スタッフさん、トナカイさんがですね、スタッフのあの内海、今空いてるかって言われて、空いてますよって言ったら、もしよかったらMC やってくれんかって言う。と思って、 MC よかったんかと思って、めっちゃさっきのよかったけど、ちょっとさっきの調子でそのままちょっとやってみたいな言われて、マジこの後お話し会あるんですけどって言ったら、いや全然内海がいいんだったらって、やりたいですって言って、やってお話し会そのまま行ったりとかして、もうすごい3回ぐらいねMC 出さそうになった。3回ぐらい MC 撮影タイムあって、ツリーの前で。こんばんは。私もうお話、自分のお話し会が終わって、もう部も終わって、もうあとは着替えて待機帰るだけっていう時に、私服に着替えたんですよ。そしたらチャートリーのグループラインでサラちゃんが、
リネちゃんってうつみちゃんってあのサンタの写真撮ってませんって言われて個別のちょっとすいませんもう私服に着替えちゃいましたったらリネちゃんだけサンタの衣装撮れてないから今日乗せるから着替えてもらえますかって来てすみませんって言ってすぐ着替えてあの会場のところに行ったんですよツリーのところに。そしたらリネちゃんおじさんが何人か他の女の子のレーンにいたりとかしてっていう顔してじゃないそれえーって何で本当に何人かいたんだよ本当に。だから浮気者は浮気者はっていやでも全然いい。いやおもろかった。なんか反応がおもろいよね見てるこっちの反応がおもろいから。あとね他のレーンとかにねなんかね並んでる人が私も基本的に自分のファンの方が、まあ、来ないっていう時に空いてる時に人見てもあれだから人間観察結構するんですよどんな感じだろうと思って。でファンの方こう見て見てて目合わせてるんだけどこうやってそらすんだよみんな。だから目合うまでずっと見て目が合った瞬間にチュッて送ったらそれで来てくれるからもう本当に可愛くて仕方がないもうこんなにファンの方ってふっかるなんだなって思いました。もう本当に、って私の可愛さにやられちゃったのかもしれないでも私はわざとじゃないんだよ本当に。こうやって見て目合ってなんか相手がこう手振ってくれるから手振り返すんですよそしたらねでもね話したくなっちゃうからね後ろレーンに並んでなくても話しかけちゃうんですよ全然話したこともないファンの方とかもね最高やんって言ってなんか最高やんって言ってそうしたらなんかサイクリンのファンの方で全然話したことないもうお顔も見たことないっていう方が並んでて目が合ってめっちゃ私を誰絡みに付き合ってくれたから嬉しいと思って嬉しいって言ったらなんか私は私のレーンにいてでもその人はサイクリンのレーンに並んでたんですよ。でめっちゃ遠いけどなんかリネちゃんしか勝たんみたいなこと言われて嘘がーってちょっと怒っといたリネちゃんしか勝たんとかって言ってるからサイクリンのレーンに並んでこんな数秒でリネちゃんしか勝たんってなるわけねえだろと思って嘘がーって叫んだら爆笑してた面白い。なんか本当に元気出ますね。結構何でも肯定する感じだったけどたまにはそういううずらーとか言ってそんだけねえだろっていうのもありかなって思いました。楽しくていいですね。目線合わせていかなかったら罪悪感しかない。マジめっちゃいいやつやん。優しい。もうそういう人間性が推しから好かれるんですよ。優しいね本当に。めっちゃいい人よ。つるさんラブレターありがとう。嬉しい。って待ってめっちゃいい匂いする柔軟剤。あれれなんでなんでなんでなのねえなんでなんでなんでなの今君と目が合うのだなのベビーのフレスキャノディス。サイクリンが萌えゼリフはリネちゃんの声が大きすぎてもうマジでごめんなさいなんかわなげゲームみたいなやつがあったんですよ今日。でわなげゲームでサラピと私とサイクリンがそのわなげゲームに挑戦したんですよ。でわなげの中に番号が振ってあって1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って言ってでその番号によって景品もらえる景品が変わってくるんですけど5番と、もし輪の中に輪っかが入れなかったら罰ゲームで萌えゼリフってなってたんですよ。でまあサラピーは1回目外したんですけど2回目3回目で2個も景品がもらえたんですよ。めっちゃうまくてサラピーやべえ達人やんみたいな
で、さやかりんやったらさやかりんがちょっと失敗しちゃって入らなかったんですよ、バーが。でそれで結局さやかりん、あの罰ゲームの燃えゼリフをやることになったんですけど、その時にもうなんかさあのせっかく燃えゼリフを言うんだったら、あの写真を動画を撮りたいと、サラピがだから動画撮りますって、チャートリカメラに載せますって言ってね、こうやって動画ブッて撮ったんですよ。それでサイカリンがなんか なんちゅったがいいな、サイカリンなんか なんとかなんかなみたいな、なんかなんとかかんとかだよみたいなこと言った瞬間に、私がキャーって叫んじゃって、でも終わったかと思ったら終わってなくて、で、ね、また話してるんですよ、サイカリン思い出しか言ったから、もう超最低なことやっちゃって、もうマジ厄介な人間みたいな感じになってしまった。本当に大変申し訳ございません、センチメーターという感じになってしまいました。でもね、楽屋でサイカリン目の前にいて、今日一日中話してたね、俺とさこちゃん、鈴木彩香、原田さやか、一生話してました今日4人で。なんか今日の楽屋の分け方がちょっとなんか なんていうの今までいない感じだったんですよ。なんか離れてるから、楽屋が一つの楽屋に、1期生さん、ドラフト3期生さん、2期生の選抜のメンバーだったんですよ。でもう一つの楽屋は2期生、1期あの3期生さん、2.5 期生さんみたいな、2期生のその他の人、その他のメンバーって書かれてて、だからえっと思って、2期生少なくねって思って、まあやっぱ一緒かなとかって思ったんだけど、一緒でした、嬉しかったですね。でさやかりんも、あのさやかりんと今日ほぼ来たんですよ。あのバスに乗ってきて、着いてさやかりんと1時間目一緒だったから、そっからずっと話してました。ずっと話してた、さやかりんと、さやかてと、こんばんは。だからマジで今日、あの楽屋が違うその1期生さんと、ドラフト3期生さんと2期生の選抜組のメンバーは、あのめっちゃ遠い真反対の方に楽屋にいたから、で私たちは本当に真逆で、めっちゃ遠かったし離れてて、だからマジで今日リコチの声が聞こえなかったから、楽屋の中で3期生の3期生さんの超元気な声が鳴り響いてたから、あのリコチの声とか聞こえなくて寂しかったんですけど、帰りのバスが一緒で、あの私とサイクリン一番後ろ、そう最初に乗った一番後ろになって座ったら、リコチが来て後から、でサイクリンがめっちゃガーって急に笑ったと思ったら、リコチがキャーってさやかりんにハグしてました。もうめっちゃ可愛かった。やっぱりね、さやかりんにはリコチが必要なんだなって思いますね。うん、いやでも本当に今日マジでリコチと一回も会えてない、そうマジでどこ行ったみたいな感じのレベルで会えてない。チャートにメンバーとかあったんだけど、マジで本当にマジでちょっと、うん、マジでもう隔離されてて、そうだからもう本当にね寂しかったんですよ。あれれ、なんでなんでなんでなの。リップをさ、なんか足のなんて言うんだろう、太ももと太ももの間に挟んでたから超あったかいんだけど超あったかいんだけど、このリップ。こんばんは。今日のりねちゃんのビジのファン、マジ嬉しい。今日個人的にはあんまり漏れてないから嬉しいかも、そうやって言ってもらえて。めっちゃ売れピーマン、売れピーマンです。リップって溶けない？え、リップ溶けないですね。あ、なんかでも暑い時はなんかめっちゃちょっとサラサラになってないっていう時あるけど、私の使ってるリップはあのグロスの状態で、もともと
チュラチュラしてるやつだから溶けたりとかはしないですけど、スティックとかは溶けたりしますね。これはサーヤンからタンプレでいただいたディオールの新作のリップです。なんか人気すぎて完売しちゃったらしい。でサーヤンが売ってた。私がこの前リネにあげたリップ人気すぎて完売したらしいよって教えてくれたサーヤンが、えガチって言って、なんか冬限なんかめっちゃいい色もね違うんですよ。私ディオールのピンク色のマキシマイザーのピンクの方こっち使ってたんですよ。ストロベリーのこっちを使ってて色が違うんですよ多分。なんかちょっと赤っぽい今日ピンクと迷ったんですけど、ディオールです。素敵、嬉しいコスメ。サーヤンの誕生日があったので私もサーヤンにプレゼントあげました。実は私がサーヤンに実はプレゼントあげたんですよ。でそれもサーヤンにあげようと思ったんだけど、私もめっちゃ欲しくておそれにしようかなと思ったんだけど、人気すぎて売り切れてました。だからサーヤンにあげた。私もサーヤンとおそれにしようかなと思ったんだけど、サーヤンにあげるタンプレ、それをねサーヤンにはバッグをあげました。そうリップクリーム孵化したらなんか生まれるんかな。やだ気持ち悪いやだ孵化したら生まれるとかやめてよ。トコチラミでも湧くんちゃうんけほんま黒いうんこみたいなついたんちゃうんけ、トコチラミやんけほんま。なんか最近頭チラミとかトコチラミとかなんか頭チラミの動画がすごい流れてきて、なんか本当に NG です。頭チラミってさ指で取らんと取れんのよね。なったことないけど分からんけど、なんか一生懸命子供の頭チラミのこう撮る動画が結構流れてきて、親にこうやって頭チラミをこうやって撮ってもらうみたいな。嫌なんですよ本当に、見たくもない、虫が NG だから。最近ビジュアルマジで、え嬉しい。もう超私はもう最近ビジュアルどうしたみたいな感じで、なんかもう最低だけどそうやって言ってくれて嬉しいです。モチベになる。ワイもそこに挟まれたい。やだ無理だよ無理だよ挟まないよ、うん、ええよええよ言うて。そうなんですよ。こんばんは3期生めっちゃ元気だった。直樹くん雪ありがとう。3期生めっちゃ元気よ。許しまくる、会いに行きます。あき友達と2人めっちゃ嬉しい、ありがとうね本当に。気をつけてきてね、来るときは教えてください。サビサビうまいよ。つぶつぶつくらくるさん雪だるまありがとう、ありがとうございます。こんばんは。サイカリンにはない刺激的なですそうサイカリン、もうサイカリンでもやっぱ推しにいるっていうのは本当な気がする。サイカリンのファンのこと見てたけど隣で、なんかすごい推しというかなんか落ち着いてる方が多いんですね。なんかすごいはいみたいな感じのこと多くない？さやかりのファンのこと分かんない、何話してるか分からないけども聞こえてこないし、でもなんかああはいはいみたいな方多いなと思ってで言ったのよ。なんかさやかりのファンのことってすごいなんか落ち着いてること多いよねみたいな、すごいみたいな、やっぱ推しにいるもんなんやなって言ったら、いやでもりねちゃんのファンの方元気すぎるって言われた。嬉しいよ、私は元気なのが伝わって、いやでも本当に私マジオロウタみたいにうるさかったやろみたいな、ほんまにごめんねみたいな、ほんまにすいませんって謝ったら、いや本当に全然いいしそれも含めてやっぱお話し会の醍醐味やんって言ってくれて、もう大好きかもってなった。サイクリング超優しい、もう泣いちゃう。ピエンガオクドスコイドスケです。
優しいよね、感動した、感動もの。めっちゃおじさん、いや元気らしいよ。おもろい人多いよね、おもろい人多いっていうか、なんかおもろい人多くね、私は。だって私がずっと笑顔だもん。うん、笑う、私のツボが浅いとかそういうの関係なしに、あの私を喜ばせようとしてくれるし、私もその分じゃあもっと喜ばせてあげようって思える。なんか面白いから、うん、元気出ますね。あとね、今日スタッフさんに言われたのが、なんか女の子多いねって言われた。やっぱり私女の子のファンの方多いかもし、多いんかな、なんかめっちゃ言われる。メンバーにも言われるけど、スタッフさんに、なんか女のスタッフさんに、なんかやっぱりりねちゃん女の子のファンの方すごい多いって言って、もう本当に女の子のファンの方もいっぱい、もう本当は嬉しいって言って言ってた。そうそうなんですよ、確かに男性の割合が多いからさ、女の子って確かになかなかいないから、うん、嬉しいですね、そのなかなかいないね、貴重な存在、貴重な存在というかね、それはもうもちろん男性も大切だけども、みんな大切だよ、勘違いしないで、みんな大切だけど、確かに女の子がね多いって嬉しくない、なんか同性から好かれるって嬉しいです。うん、そうなの。心は乙女です、キュンみたいな。乙女みたいな、可愛いやん。女の子、女の子お友達にりねちゃんをしましてって誘った。え、ガチ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。もう本当嬉しい、布教してくれて、なんかもう本当に元気出ます。ツーショットとかも来てくれたんだけど、お話し会とかでなんか、そう、え、なんで来てくれたのって言ったら、なんか本当になんか見てて気になりましたとか言ってくださる方が多くて、見てて本当に可愛いと思って来ましたって、本当にさっき見てすごい可愛いなと思って来たんですって言ってくれて嬉しかった。でも本当に布教とかもいっぱいしてくれてめっちゃ嬉しい、本当に。だって無料で話せるわけじゃないし、その1枚でも私にねかけてくれたっていうことが嬉しいじゃないですか。ありがとう、めっちゃ嬉しい、共有してくれて、共有 CP、 うーん、ぶっ飛んだらスタッフさんに私も申し訳なかった。なんか私のファンの方はテンションが高すぎて、あのスタッフさんにあの当たったりするちょっと前に結構例外なことがあって、ちょっとそれはあの気をつけてください。嘘でも嬉しかったよ、嬉しかった。でもそこでちゃんと謝れるさ人やん、うん。女の子受けするのめっちゃ嬉しい、本当チャートチャーミングトリップなので、やっぱりチャーミングトリップなのでね、女の子受けするっていうのは、うん、3期生にも人気。え、そうなの、なんか3期生ちゃんがね、もう本当に今日もお写真お願いしますみたいな、なんかなんで私が人気なのか分かんない、でも本当におもろいって言われる。うん、カスビンにも「りねさん今日の面白い顔の写真撮っていいですか?」って言われて「え、全然いいよ」って言われたけど結局撮れてない。でも本当にナーミオンとヒータンと写真を撮りました、今日。そうなの、りえちゃんレンはテンションが高い、りえちゃんに似て可愛くてテンションが高い人が多いのかも。でもそうだと思う、私のレーンに来てくれる人みんな可愛いです。もうこれはりねちゃん推しさんもそうだけど、りねちゃん推しさんじゃない方もみんな、ね、今日もそうだし、他のもう時もう公演の時とかもう全部私のレーンに来てくれるみんな可愛いですね、感謝しかないよ、感謝、機関車、いやーうまーい、ほんまに感謝、機関車、うまくない、どうした、うつみりね、ちょっとやべえかもしれない、なんでここで発揮しとん、なんでここで発揮しとんって言っちゃいけんけど、瀬戸チャレでなんか出てこんかったんかな、感謝、機関車とか、びっくりしたんだけど、私今びっくりしたよ、即興で出て
え、やばくない？ちょっとこれジャイマンさんに報告せんとやん。え、絶対ちょっとこれすごくない？感謝、祈願者。うまくね、びっくりした。めっちゃいいやん。びっくり、歩くだってさ、私ジャイマンさんとコラボした時に最後まで結局韻を踏めなくて、一回もなんかミネタンはやっぱり韻踏むのはねちょっと難しいよねみたいな感じ言われて、だからえ、いつも配信で韻踏めてるのになんで MC こうやって番組になると出せないんだろうと思ってすごく悔しかったから、めっちゃ嬉しい。そうそうそう、え、やばくない？感謝、機関車うまくね天才すぎやろさすがに今腰抜かした。ジェイマンさん影響受けた。ジェイマンさん乗り移ってる。うん、やばいよね。感謝、機関車、天才。姉ちゃんが可愛いから僕も可愛くなってしまう。わら、え、もう可愛いやんジョイマンさん腰抜かすやで。え、ほんまに腰、でも骨なくなっちゃうよ。もう頭蓋骨だけになっちゃう。あ、メガネだけになっちゃうかもメガネだけになっちゃうじゃん。腰抜かしてもう全部道の中に溶け込んで。ラッパーデビュー しなや。え、したいんですよ私。ラッパー、ラッパー本当にあのラップしたいんですよ、ガチで。ラップ勉強したくて、結構ラップとか韻を踏む、ラップを踏む、それが俺の人生、イエイイエイイエイとかって結構やりたいんですよ。姉ちゃん見たらやる気出る。え、嬉しい、本当に。もしやる気が出ない時は私のことを見てやる気を出してね私を見てやる気を出すじゃん、ちょっと悪いけど。姉ちゃん気になり始めたきっかけ、面白い女だし。え、本当に、やっぱり私って面白いよね、知ってる、ね、そんなこと言わないで自分で、ごめんなさい。嬉しいよ本当に、めっちゃ嬉しい。やっぱおもろいんだ私って。スタッフさんだーって話いあー面白い。 DJ リネ、そう、おおおお、 DJ リネです。ちなみにのんびり飯食ってたら終電2本前でした。帰ります。気をつけて帰ってください。飯優先するからだろうがうん、本当に飯優先するからだろうが。じゃ、いっぱい食べて、セクスク成長してください。 KT ちゃんっていうラッパーめちゃくちゃ可愛いから見てみて。わかった、もうそれ言うって絶対可愛いやん、そんなん。もう見てみて、わらってことはもう絶対可愛いやん、もう。見てみてください。とかじゃなくて、見てみて、わらっていう、もうわらつけたりするんだよ、もう可愛いやん。ちょっと見てみろ。もう相当可愛いんですよ。もうわかるよ。うん。KT ちゃん。お、すごい、結構、すぐ出てくる。え、めっちゃ可愛いやん。え、ベビーフェイス。めっちゃ可愛い。え、なんかさ、日プの、なんかリノンちゃんっていう方に似てる。めっちゃ可愛い。やばい、かわいい、ベビーフェイスみたいな感じ。憧れの唇ですね。うーん、メガネ、そう、ジャイマンさんメガネ、メガネやる。そう、こんな感じでメガネだけ残っちゃう。リネタン伊勢丹死ぬ。リネタン伊勢丹やばいリネタン伊勢丹やばい、リネタン伊勢丹やばい、良すぎる、良すぎる。リネタン、リネタン牛タン仙台で食べたん。うわー、うまーうまくない？仙台で食べたみたいな、全然今日福岡ですけどみたいな。リネタン牛タン仙台で食べたん、うまくない？天才すぎる、やばい。なんで今日こんな調子いいんだろう。もうなんでこんな陰の調子がいいの、陰の調子が陰、陰の。やばい、工藤
藤織子片栗粉工藤織子片栗粉やばいやばい無理、これ家に行くし片栗粉あるんですよ、しかもリコちゃんが浮かんでちょっと無理工藤織子片栗粉やばい、りんちゃんってアイドルめちゃくちゃ可愛いから見てみて、お分かった見てます、で私じゃないかい嬉しい、ありがとう布教してくれて、多分みんな検索するよ今見てくださってる方、岩尾くん可愛い、ありがとう可愛い、ありがとうございます。 FJD え、やばいよね、若すぎと思ってほんまに、若すぎカワハギやばい、どうしちゃった、ウェイウェイウェイ、やばすぎ、どうしよう、ウェイウェイウェイみたいな、ちゃんみなみたいなラップアイアイアイみたいな、ちゃんみな分かる、ちゃんみなさんアイアイアイみたいなちゃんみなさんみたいな感じになった今、うん、若すぎカワハギ、うんイェイアンアン若すぎ、うん、若すぎ若すぎうんうんうん若すぎやばい本当に天才かもしれない、どうしちゃった、怖いな今日調子良すぎて、もう一本グランプリやったらもう優勝しとるやろこんなんも、うーん、福岡で喉が温まってる、そう本当にもう温まってて、なんかもう心でここがなんかもうちょっと熱くて、なんならなんかもうなんか おでんができてきて、ここでなんかさっきからなんかおでんが勝手に作られてて、なんか自動生産みたいな感じで、うーん検索した死ぬ本人ですよ、若すぎ、夢に出てきそう、夢に出てきそう、ウケる、夢に出てこないで、福岡に来たから絶好調、いや絶対そう、福岡ってええよマジで、なんか普通福岡住みたいって思ったもん、あの明太獣美しすぎて、明太獣を毎日見るたびに福岡に住みたいですね、正直問題、あまりにも明太獣素晴らしすぎる、何あれ考えた人天才じゃない、うーん、はるるんバラありがとう、やばすぎやろ天才すぎて、今日のりえちゃんすごい、えガチそれやばいよね、明太食べたい、もうやめたい明太食べたい、もううまっ、やばすぎやばすぎ、若すぎやばすぎ、若すやばすぎ、やばすぎ、きやばすぎ、ぎぎ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 、いやー悔しい出なかったまだまだ甘いかも、やばすぎ、わらぶきわらぶきやばい、わらぶきやばい、やっぱ大事ですね、子供語彙力っていうか、やっぱ脳みその国語辞典が結構必要かもしれない、やっぱここであの IQ とか勉強が試されるんですよ、今までのやっぱ国語辞典暗記するしかねえな、これは鯛茶漬けかける明太まぶし食ってめっちゃうまかった、えめっちゃ美味しそうだったマジで、あれどこなんですか、あれってどこに売ってるんですかあれってどこに売ってるんですか、あまりにも美味しそうすぎて自動で喉からおでんができたら便利やん、死ぬそれな、いつでも生産するよ、いらっしゃい何か食べたい、あの大根一つください、あわかりました、じゃあ大根うっはいどうぞって提供するんですよ、やばいだろう、味噌はどうしますか、あ、味噌をつけます、はい、わかりました、はい汚い、いつもあげますけど、小一給食さん、グーありがとう、ありがとうございます、
そう、なんか喉熱すぎてやられすぎてなんかもうおでんができちゃうみたいな。こんばんは、うつみ、うつみ、うずきさわ、つみ。すごいうますぎやろ、ほんまにガチでうまいね、みんな才能の塊やん、やっぱお尻にいるよね、天才だからね。売り物になるんかいね。でも売り物になると思いますよ、うん、食べれるから販売してるわけだし。せざじらでこの調子で来てほしかったね。いやマジほんとそう、なんであの時一個も出せなかったのかが悔しい。いつも配信で結構イン踏んでるやん、なんなら今日めっちゃ調子よくてポン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 すぐ出てくるし、なんかなんであの時出なかったんだろうと思って、もうめっちゃ悔しいです。味噌されて脳みそにして、わかりました、はい。脳みそ、博多駅、博多駅のビルにあんな素敵な食べ物があるんや、なんか明太子とあのタイ茶漬け、タイ茶漬けご飯タイとなんか多分その上に明太子乗ってめっちゃ美味しかった。でもなんかりんちゃんさん博多駅でラーメン食べたことは結構多い気がするんだけど、みんな食べましたか、ラーメン、ラーメン食べましたか、ラーメンチャモキスミだ、食べましたラーメン、エンテンリンナアンテンテンラテンレンレンレンエンテンテンルーデン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  ASMR のなんか粘土加工みたいな TikTok があって、それの音源となんか食べてる人の真似をしてみました。伝わるかな、わかる TikTok のあの ASMR 粘土加工の食べ物を食べてるの時の音源の、でれれ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 、ムルフクハートありがとう。明日もちなみに早起きなんです、頑張る、踏ん張る、うまうますぎ、頑張る、踏ん張る、うん。うますぎ、かっこ薬局、うますぎ、頑張る、踏ん張る、こんばんは。頑張れ、頑張ります、はい。じゃあもし私が頑張ったら、はあ、こんな感じでギャルになっちゃおうかな。シナモンくんのシナモンくんのギャルになっちゃおうかな。シナモンギャルになっちゃおう。ちょっとあのよくわかりませんけど。明日どんな衣装着るんだろう。つれさんペンライトありがとう、ありがとう。昔はギャルだったのって思いますか。実はギャルじゃなかったんです。もうなんかね、私の歴史の中でギャルっていう歴史は一切なかったんですよ、21年間生きて。まあ、1回だけあの STU48 に加入してあのオンライン話し会の時にあのちょっと黒ギャルになりきるってあのメイクみたいな、黒ギャル仮装になりきるみたいなメイクのちょっとあの初めてヤマンバメイクに挑戦した時はあったんですけど、
素でギャルっていうのがなくて、なんかでも私ちっちゃい頃、小学校の頃にギャルではないけど日焼け止めなんで塗るんみたいな感じの人間だった。小学校ね4年、小2から小1小2からなんか小4ぐらいまで日焼け止め別にいらんしみたいな日焼け止め別に塗らなくてよくねみたいな、日焼けしてなんぼやんみたいな感じだったので、お姉ちゃんとかが中学生に入ってたから、お姉ちゃん、一番お姉ちゃんが、えりなも日焼け止め塗りんちゃうみたいな感じで一生懸命塗ったよ。えなんで塗っとうみたいな、別に塗らんでよくねみたいな、私塗らなくてもいいしみたいな感じで、日焼け止め別に塗ってもなんかええし塗らんくていいしみたいな、塗ったところで何が変わるみたいな感じのお姉ちゃんでした。だから小学校の小2とか、小4ぐらいまでは結構本当に腕とか夏はすごい真っ黒だったんだけど、なんか肌焼けやすい、焼けにくいんかな、どちらかというと焼けにくいけどすぐ色が戻る感じだったから、冬にはあの普通の色に戻ってたんですけど、なんかそう焼けたらねすごいね赤くなるからね、そう外で、ね、よくない、別に日焼けしてなんぼじゃないみたいな、もうそんな考えがちょっと黒歴史やもう何みたいな、第一次反抗期みたいな、でも反抗期なかったんですよ私の記憶上、でもお姉ちゃん的にはあったらしい、なんか私の記憶の中で、私お姉ちゃん的私の中の反抗期は、私がお父さんにずっともうスマホ買ってって言っとった反抗期らしいもうスマホ買ってって、で小学校6年生の時になんかもうスマホ買ってって、え今年のクリスマスプレゼントをサンタさんにスマホ頼もうかなとかって言っとったらしい、ずっと。で結局何もらったか、お洋服もらったんですよ結局、あの欲しいブランドのお洋服があって、それにするってなんか届いたんだけど、結局中1になったらあの遠いから、私中学校から家が、だから結局スマホを持たざるを得なくて、中学校になったら中1の時にスマホを買ってもらったんですけど、もう小5とかもうキッズ携帯を持ってる子に憧れがあったんですよ、まず小3とか小2とかで、それも羨ましくてキッズ携帯持ってる子にいいなとかって言ったりとかして、でまあ小5とか小4でもう本当にあのクラスに1人か2人はもうスマホ持ってる子がいて、結構ギャルな子なんだけど、そうでなんかえめっちゃ羨ましいみたいな、めっちゃ羨ましいみたいな、え本当羨ましいんだけどみたいな感じ言ってて、いいなと思ってずっとお父さんにいやほんまスマホ買ってみたいな感じでずっと言ったらしい、なんかなスマホが欲しくてたまらないんだよ、可愛すぎない、もう言ってたらしいですよ、覚えてないわ、でもお父さんとかお父さんにもうあっとかって殴りかかったことはないですね、そうその時がありました、そうギャルです、でもギャルじゃないの、まずギャルではない、明るいからね、こんなマインド、マインドは結構ギャルかもしれないけど見た目に表すことないかもしれない、でも一回その STU のあのオンライン話し会の時に黒ギャル、黒ギャル山本ギャルのメイクをしたじゃないですか、ネタで、ネタって言っちゃちょっと失礼だけどネタでやったじゃないですか、結構ハマりそうだったんだよね一瞬でもちょっとさすがにちょっとマインドとかやめとこうと思ってやめました。ね、STU のね系統がねちょっと清楚だから、私が急に毎日公園とかで黒ギャルみたいな山んばになり始めたらやばいでしょ、でも梅江さんとかにも NG が出ちゃうからちょっとあれなんですけど、すごいねめっちゃいいやんと思った。じゃあ男女4でおしまいにします、あ全然55分やまだ読まくてやん、鶴さんペンライトありがとう、えそんな時期がありました、58分になったら男女見ます、ヤマンバありましたね、ヤマンバ似てる、似てるってどういうこと、えぇーってもう髪の毛ボソボソでもうなんか山からなんか狩りに来たよみたいな、えぇーみたいな人やん、ヤマンバってヤマンバギャルだったらわかるよ、ヤマンバ似てるはやばいのそれは私のヤマンバのあの写真を見て、あヤマンバ似てる、ヤマンバギャル似てるやんと思ったのか、めっちゃ再現高いやんと思ったのか、それとも今の配信の私を見てヤマンバになんかなんかちょっとみたいな、なんか森から帰ってきた人なんか襲いにかかってみたいな、分かるよあの狩り持ってみたいな、でも山本ではないでしょそういう山本じゃないでしょ、うん、
初お話し会ヤマだったな、本当に初お話し会ヤマンバやばすぎやろ。もう本当にじゃあもう撤回しに来て、もう今こんな気力でなんかみたいな感じだから、プリついてるからさ撤回しに来てくださいよ。初お話し会ヤマンバほんまにちょっと申し訳ねえわ、いつも血がかけ離れすぎてるから。うん3月3日のオンライン話し会ギャルリネちゃんだね。えちょっとこれ楽しみにしてくださいよ。今ちょっとこのコメントが来て思い出したんですけど、この日のギャルはちょっと攻めますよ。さっきのお話の通りに結構ね、まあ山ベアル見たいという方は、まあ、来てください。3月3日オンライン話し会待ってます。つるさんタコありがとう。りんちゃん山ばで押すしかない。えナイスコーありがとう。山ばかわいい。あじゃあじゃあ58分なので男性見たいと思います。じゃあ13位岩尾さんありがとう。12位ロボリンありがとう。11位スーさんありがとう。10位直樹ありがとう。9位雪メロディーちゃんありがとう。8位ハルルンありがとう。7位サタンありがとう。6位草刈木さんありがとう。5位キンくんありがとう。4位広島レモンさんありがとう。3位ロコポコ Thank you。 2位つるさんありがとう。そして1位がドゥルルッマーシーです。ありがとうございました。ありがとうありがとう、当社せいせい感謝、ありがとうございます。ありがとうございました。文庫ありがとう、こちらこそありがとうございました。今日はリアルお話し会あと福岡も今配信見に来てくださった方も皆さん本当にありがとうございました。今日も一人いっぱいみんなと喋れて楽しかったです。また明日もよろしくお願いします。明日も配信すると思います。きっとインスタグラムとツイッター（括弧旧ツイッター X 括弧旧ツイッター）フォローもよろしくお願いします。じゃあね、インスタ DM 送りになってるから今日と通称とかメンションとかたくさんしてください。バイバーイ。はおはおはお